相模ダムは神奈川県相模原市緑区一級河川相模川に建設されたダム。高さ 58.4 メートルの重力式コンクリートダムで神奈川県企業庁が管理する補助多目的ダムである。日本における河川総合開発事業の初期の例でもあり、ダム湖である相模湖は相模原市中心部や横浜市、川崎市など神奈川県民の大多数にとって貴重な水がめの一つである。相模川は古来よりたびたび水害に見舞われ、治水が急務であった。その一方で、横浜市や湘南地域は人口が急増し、新規の上水道補給が必要になった。こうした経緯から、神奈川県は1933年より相模川の総合利水計画を進めるための調査を開始していたが、折から物部長が提案した河水統制計画案が内務省によって採用され、1935年に鬼怒川、奥入瀬川、浅瀬石川、小丸川、諏訪湖等7河川1湖沼を対象に河水統制事業を立案した。これは現在の河川総合開発事業の原点であるが、この事業で相模川も対象となった。相模川本川に多目的ダムを建設して、上水道、工業用水道の供給を行い、合わせて貯水を利用した水力発電を行うべく1938年に神奈川県議会の臨時議決を経て正式に相模川河水統制事業、後の相模川総合開発事業がスタートし、根幹施設として相模ダムの建設に着手した。1941年より建設に着手したが、建設に伴い196戸が水没することから、水没住民より強固な反対運動が持ち上がった。だが、日中戦争勃発後戦時体制へ突き進む陸軍、海軍は海軍艦艇建造の要である横須賀海軍工廠や軍需産業が密集する京浜工業地帯への電力、用水供給を急いでいた。このため、反対住民に対し、荒木貞夫などが、津久井郡藤野町へ出兵して、陸軍閲兵式を行い、反対する住民に対して、示威行為をもって、強力な圧力をかけた。神奈川県及び山梨県の2県にまたがる水没補償は1938年10月より始まり、上記の経緯を経て1940年11月3日に妥結された。このように有無を言わせず本体工事を着工させた戦時下ならではの軍による圧政があったことはダム建設の暗部として記憶されている。途中水害による設備の流出や戦争による中断を経て1947年に完成した。戦時下で進められた建設工事においては労働者延べ360万人が投入され、日本人のほか多くの朝鮮人や中国人が従事した。過酷な労働下で記録に残っているだけでも83人が命を落としたとされる。相模発電所相模ダムは多目的ダムとしては、沖浦ダムや高道ダムと並ぶ河川総合開発事業早々期に建設されたダムである。その目的としては直下流の津久井発電所地点において、官業水利県分の用水を供給する不特定利水、相模原台地一帯2700ヘクタールへの灌漑用水の供給、横浜市、相模原市、川崎市と神奈川県の大部分への上水道、工業用水の供給、神奈川県企業庁電気局管理の相模発電所における水力発電で補助多目的ダムである。ただし洪水調節機能は保持していない。完成後渇水時の水量確保と、発電能力増強を図るため1951年よりダムを 2.0 メートルかさ上げを行う相模ダム再開発事業が行われ、1954年に完成している。これ以降も相模川総合開発事業は継続され、1966年には洪水調節機能も有する城山ダムが完成し、治水と利水にさらなる貢献をした。この他支流の道志川に建設された道志ダムや中津川に建設された宮ヶ瀬ダムとの間で相模導水を行い、相互に貯水を融通することで効率的な水運用を行っている。相模ダムは完成後60年以上経過した現在においても横浜市、相模原市、川崎市や京浜工業地帯の水源として神奈川県を見えないところで支えている。だが近年では大差の進行が懸念されており、湘南海岸の砂州後退の原因の一つであるとの指摘もある。このためダムを管理する神奈川県企業庁は、相模ダムに大差した土砂を定期的に浚渫し、相模川下流の河川敷に大差を積み降水時に、自然に相模湾へ流下させる対策を現在行っている。航空機から見た相模湖相模湖周辺の空中写真。1974年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。相模湖大橋よりダムによってできた人造湖は相模湖と呼ばれる。1955年、この湖名を由来として相模湖町が発足した。ダム湖が自治体名となった稀な例であり、それだけ地元に密着した人造湖と言える。1964年の東京オリンピックにおいてカヌー競技の会場となった。これ以降観光地化が進み、中央自動車道相模湖インターチェンジ、相模湖東出口や JR 東日本中央線、相模湖駅等の交通アクセスも良いため、高尾山や相模湖、ピクニックランド、津久井湖等とともに一大観光地となった。神奈川県立陣馬相模湖自然公園にも指定されている。ありがとうございます。